1-800-237-100 番まで。お電話お待ちしています。今週も引き続き関西ジャニーズジュニア個性派7人集を特集しちゃいます。止まり方間違えてる。前回までに歌が上手な川下岳くん、外国語が得意な岡優里くんと吉川太郎くん、そして声優のようなキャラクターボイスを披露してくれた奥村聡太くんを紹介しましたが、アリス・ルイって言います。今回まず紹介するのは、では続いてですね、福井くんを紹介します。はい、こちらです。福井幸四郎、ニックネームは幸四郎、1999年1月6日生まれの22歳、大阪府出身。ジュニアになったきっかけは母が応募、特技歌、マイブーム、コーヒーをたしなむ、得意なモノマネ、椎名林檎さん、クリビ、憧れの先輩は嵐の大野聡くん、でライバルが沢田雅也くん。おお、ライバル沢田なん。ほんまや。そうですね。なんで沢田なん。もうずっと同期でやってたんで、でもう沢田くん、まあ、サニキって呼んでるんですけど、沢田の兄貴で、サニキはサニキ、そうですね、まあ、兄貴っていうぐらいダンスも歌も、うん、実はお笑いもできるし、はいはいはい、何でもできるんですよ。確かに。なるほど。でやっぱ同期やってなると、うん、ちょっとライバルかなって、はいはい、なるほどね。いい関係。そうか、沢田と同期。年齢は、年齢も同い年。22歳。めっちゃライバルやん。そう、条件が全部なんかかっこいいですね。いいな、なんかそういうの、うん、な。マイブームのコーヒーをたしなむっていうのは、これはほんま最近なんですけど、はいはいはい、家の近所にコーヒー豆屋さんを見つけて、わでそこにちょっと行くようになって、今月のおすすめとかいうのを飲むようになったって。おしゃれ。ちゃんと焙煎してる。あ、そうそう。すごい、マチやん。そうなんですよ。ちょっとこれ歌、さあさっきな、ガクも披露してくれたけど、はい、福井の歌もちょっと俺聞きたいな。そうですね。確かに。今日ちょっと、今日のために一曲作ってきたんです。作ってきた。はい。それをちょっと披露しようかな。おー、ぜひぜひぜひ。作れるか。すごい。それでは、福井くんがこの日のために作ってきたというオリジナルソングを、同期の沢田くんにバックダンサーとして参加してもらい、披露してもらいます。あれ、ちょっと待ってる。あれ、いらんの持ってるよ。何も、あ、ブロッコリーです。ちょっと用意間違えてるよ。歌ってって言ったんやけど、今日はブロッコリーっていう曲を作ってきたんや。なるほど、あ、なるほど。じゃあ、適当に、はい、適当にでいけるの。スタイル打ち合わせとかなしで。すごいな。ちょっと見てみましょうか。それでは福井くんでブロッコリーです、どうぞ。これの形も房のところも全部全部違いがないよ。カリフラワーみたい、違いがあればきっと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 色味よ。このためにブロッコリーとカリフラワーは自前で用意しました。マジで、すごいな。面白い。聞いたことなかった。聞いたことありますよね。なんか結構有名な曲でしょ。しかも、ね、いや、完全オリジナル。完全オリジナルちゃって。ブロッコリー。替え歌よ。あ、いや、替え歌とかじゃないんやね。もうサニキと二人で、うん、フリっていう芸名でやっていこうかなと思ってるんですけど。フリ。フリ。ユーじゃなくてフ。フリ。あの福井幸四郎の風と、あの沢田雅也のリーで。沢田雅也のリーで。孫まない。おもろさで飛んでますけど、うん、歌もめちゃめちゃうまかった。そう、入ってくる。後ろの踊りもうまいし、腹立つね、またそれが。どこ行くで、踊っててくれと思いましたもんね、カリフラワー。カリフラワー持って帰ってきたし。そんないらんか、踊っててくれと思って。そんなユーモラスで歌唱力も抜群な福井くんから、視聴者の皆さんへメッセージ。これからもよろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございました。以上、福井幸四郎くんのプロフィールでした。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。マットレス一度も洗ってない。洗えるもんちゃうやろ。諦めるしかないの。それ、フランスベッドが解決。徹底除菌、キュリエス AG 誕生。徹底
除菌？銀イオンで綺麗が続くキュリエス AG。 マルチポジションベッド。マルポジ？ベッドが椅子になってさらに立ち上がりまで。もう上がってる。あ、解除も楽。マルチポジションベッド、フランスベッドが介護の未来へ立ち上がりました。毎週水曜日放送、ごちそうさまの形。地域の美味しい食材を使った料理を紹介。ドドーンと国産食材のプレゼントもあります。お楽しみに。ねえ知ってる？胃袋って修復できるの。え、そうなの？本当？そう、キャベジンでね、有効成分が弱ってきた胃の粘膜を修復していく。元気な胃を取り戻そう。キャベジン。続きまして、沢田くんを紹介したいと思います。こちらです。はい、というわけで沢田雅也、ニックネームはマーボー。1998年11月16日生まれの22歳、兵庫県出身。ジュニアになったきっかけは母が応募。特技はバスケットボール、ダンス。趣味は英語の勉強。得意なものまでは、坂東英二、井上陽水、オール巨人、森進一、クロちゃん、吉田大サーカス、クジャク、マグロ、野良猫。憧れの先輩が、安田くん、関ジャニ∞の、はい、で、重岡くんと。なるほどね。これニックネーム麻婆はみんなが麻婆って呼んでるってこと？いや、呼んでない。サニとかに、サニキって呼んでる。そう、さっき言ってた。サニキを。これは僕も呼ばれたことなくて。アンケートでよくニックネームはみたいな話じゃないですか。僕それが苦手で、なんか自分ニックネーム何やったかなって思ったら思い浮かばんくて、で、マーボーって書きました。サニキやん。そうなんですよ。サニキでいいじゃん。サニキやん。ごめんなさい、サニキでじゃあお願いします。マーボーって呼ばれたいっていうわけじゃないの別に。あ、全然そんなこともなく。もっとあるでしょ、マサヤからよかったね。マーボー。はい。得意なモノマネ。すごい。明らかに。なんかちょっとさ、意外やねんけど、沢田がそういうモノマネとかいっぱいできるの。そうですね。でも実は結構好きで。へー。なんか沢田がさ、ちょっとこう表ではなんかちょっとクールっぽく見えたりするけど、裏そうじゃないって俺も知ってんねんけど、こんなにでもモノマネのレパートリー多いんやと思って。いや、でもクロちゃんとか想像できないんですけどね、沢田くんから。確かに。ちょっとクロちゃんみたいな。わかりました、いきます。はい、クロちゃんです。わわわわー。すごい。すごい。すごい。めっちゃ見てる。すごいわ。あ、そうね、マグロってあの魚のマグロ。あ、そうです。ああ。どうなるする？どういうこと？あんまり。結構ちょっと幅使うんですけど。声も出ないですもんね。いいのか。それではステージをダイナミックに使用するというマグロのモノマネです。どうぞ。怖い。これはあれですね、マグロの一本釣り。すごい。られたマグロ。よう、ここやろう思ったな。マグロ一本釣り。いや、やっぱりインパクトあるんで。確かに、やっこスペース使って。そうですね。すごい、でもこういう個人のモノマネもあれば、なんか動物、広めのモノマネもある。連発でやってほしいよね。確かに。もうオール巨人さんと野良猫。だって、それも大丈夫。オール巨人さんと野良猫。オール巨人さんと野良猫。未知の掛け算よ。マグロ。大丈夫。まずちょっと一つ見ていい？オール巨人さん。確かに。オール巨人さん。単体で、オール巨人さん。ファンファーレ。おお。そして野良猫。野良猫もちょっと場所、ちょっと。結構使える場所。そこのカメラでちょっと追いかけてもらってもいいですか？追いかけてもらう。はい。すごいアクションがいい。じゃあ振り向いた時にオール巨人。そうやね。そうだね。オール巨人さんが猫のモノマネなんか絶対せえへん。確かに。絶対せえへん。夢のコラボみたいなってことか。小島くんの期待を寄せる野良猫とオール巨人さんのミックスモノマネです。どうぞ。こんにちは。これかいいね。右のモノマネ特技で。お前ミックスモノマネ。確かに確かに。ありがとうございます。おお、確かに確かに面白い。
こんな沢田くんですけど、うん、マル秘情報がまたしてもりくくんから、この場におらんのいいことだけ作ってますけど、はいはいはい、発表したいと思います、はいはい、それがですね、沢田くんは岡ちゃんのことガチで好き説というか、みんなうなずくみんなあーってなる感じなの、どういうことガチで好きって、これなんかそういうエピソードがあるんですか。いやなんか楽屋で岡ちゃんがちょっとプロレス技の練習したいみたいなことを言ってて、でプロレスちょっと誰かかかってくれへんって嫌じゃないですか。痛いよ、痛いし、うん、全然受けるよ。え？で笑顔でそのままバーって受けられて痛い痛い喜んでたっていう、自らそう自ら志願して痛いねんけど嬉しいみたいな、やば。いやこれに関しては別に否定もしない。え？ユーリが好きなことにってことですか？え好きってそんな、え小事件が、うん、とは好きな感じと一緒なんよこれは。じゃあこっちや、じゃあやばい、じゃあやばい、僕ら結構ガチっすよ。そうなんだ。そんぐらい俺もおちゃかちゃんのこと。確かに。おちゃかちゃん。緊張して。めっちゃ好きなんや。岡くんはなんかその思い当たる節とかあるんですか。いや、沢田くんはもともとリクが好きって言ってた。え？最初。それも言ってたよ。沢田もともとそう。アツシよりリクの方が可愛いとか言い出した。言ってた。そう。いやもうそこでちょっと気持ち悪いなと思ってた。ちょっと思ってて、まあリクやからええかと思ってたら、なんかすごい電車とかでも隣座ってくるじゃないですか。こう座る時にめっちゃ寄ってくる。だからこんな感じ。ガチやん。でそこでじゃないですか。そういう。そう。いや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 。ちょっと黙った黙った黙った。やばいやばい。違う。いや勘違いされるから、確かに電車でボケる人なんだ。周りから見てたらな。しかもそれ岡ちゃんボケと思ってないわけ。電車やし。いや、なんやかんや岡ちゃん最近喜んでるんですよ。えっ、ちょっと量がやってきてる。ビジネスとかじゃなくて普通に可愛いなって、ガチです、後輩やなって、ガチではあるね。ちょっとじゃあ今後この2人の行方に注目です。いや、注目です。もしよかったらダブルウタとか行きましょうよ。お前も行くんかよ、しょ、その後ダブルで。また落ち着いたらね、落ち着いたらね、ちゃうねん。そんな岡くんが大好きで芸達者な沢田くんから視聴者の皆さんへメッセージ。ファンの方たちあっての僕なので、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。以上、沢田くんのプロフィールでした。ということで、今スタジオにいる6人のメンバーに聞き終わったんですけれども、最後に今日はお仕事の都合で来れていませんが、事前にアンケートを取ったりくくんも紹介したいと思います。こちらです。小芝りく、ニックネームはりっくん、はい、2002年12月22日生まれの18歳、京都府出身、ジュニアになったきっかけは嵐のコンサートビデオを見て自ら応募、特技は酸っぱいものを酸っぱがらずに食べる、趣味は弾き語り、マイブームは作曲、得意なモノマネは、玉置浩二さん、千原ジュニア、桑田佳祐、福山雅治、憧れの先輩は V6 の岡田准一君と。なるほど、なるほど、すごいね。なんかりっくんの割にはプロフィールに一番ギャグ要素ないですよね。ギャグやな、ギャグ。なんか弾き語りとか作曲とか、ちょっと路線変更しようとしてる。ちょっとなんかアートスティックな方の。確かに。だから福井がさ、作詞して、あそうですね。リクがギター弾いてみたいなやってたりしたもんな、ライブで。楽屋でお遊びでよくそういうのはやったりしてますね。なるほどね。ずっと歌ってるもんね、楽屋は。ずっと歌ってる。さっきも下降りたら歌聞こえてきましたもん。うん、それは奥村くんも一緒に歌ってるの、その時。いや僕はね、隣で見てますね。隣で見てるんですか。奥村くんは参加せずに見てるんですね。ここれ喉大事やからな。そう、確かに。遊びで使われる。リクすごいんですよ。楽屋で上半身裸になってギター弾いてるんですよ、ずっと。そう、見たことある、それ。そうなんや。なんか沢田くんもね、無茶ぶりに付き合わされてしてますもんね。そう、一番年下なんですよ、この中では。けど一番、なんていうか、大人というか生意気ですね。偉そう。生意気で、全然違う。大人で生意気だよな。大人で生意気ね。リク要素。いや、これだから、特技のさ、酸っぱいものを酸っぱがらずに食べるとか、リクっぽいけど。リクっぽい。見たかったけどね、こういうのも陸っぽいやつ見たかった。あ、見たかったですか。でもね、みんながどうしても見たいっていうことなので。いや、どうしてもではないから。じゃあ、どうしてもではない。VTR どうしても
じゃないから。酸っぱいものを酸っぱがらず食べる VTR が。V で V で見んの。さっき返したんやこっち。しているので。はい。わかりました。ご覧ください。すみません。はい、どうぞ。僕レモンは日常的に食べてるんで、そんなに酸っぱくないんですよ。これにさらにお酢をかけました。匂いは分かるでしょ、ね。嫌です。ないから噛み。めちゃくちゃ嫌です。ないから。まあ僕は全然酸っぱがらずに食べれるんでこれ。じゃあ早速いただきます。うわ。全然酸っぱくない。全然いけます。見事酸っぱがらずに食べきった小芝くんからこんなお願いが。はい、今食べたレモンに、酢をひたひたにしたやつを、スタジオにもう一つ用意してるので、小島健くんよろしくお願いします。すっぱがってたけどね、もうむせてたから。ただの野球部の昼休みみんな集まってたし。小芝くんの無茶ぶりに応えて同期の小島くんが挑戦。果たしてお酢がたっぷりかかったレモンを食べきれるのか。全然酸っぱくない。お願いします。いきます。いただきます。あ、匂いやばいよ。匂いやばいよ。匂い来るでしょ、酢。はい、ひたひたにつけます。いきます。リクに負けてられへん、僕も同期なんで。酸っぱがらずに食べます。いきます。皮までいってる。すげえ。うわ、もうここ横いるだけでも涙目なってすげえよ、アリク。よう全部いったな、今。めちゃめちゃ酸っぱい。めちゃめちゃ酸っぱいけど、俺皮食った点ではリク越したで。リク越したね。涙目にはなったけど。じゃあ僕スキンヘッドです。ホイールとかない、ね。ホイールとかないからさ。辛い痛みに貼るという選択肢、1枚貼って24時間効く。第2類医薬品の湿布薬、ジェルテープジクロ。ジェルテープジクロは医薬品有効成分ジクロフェナクナトリウムを 1000mg 配合。痛みの原因をしっかりブロック。さらに使いやすさに込めた富山の技術。表はジェルで肌に優しく、裏はテープで剥がれにくい。膝、腰、肩のつらい痛みに直に効く。富山が生んだ本気の湿布薬、ジェルテープジクロ。1セット28枚、およそ1ヶ月分を通常税込6160円のところ、初回限定価格半額以下の2090円でお届けいたします。お申し込みは 0120-296-700 ジクロ700。お電話は今すぐ。これで7人全員の紹介が終わりましたが、最後に澤田くんがですね、やってみたい企画で締めたいと思います。澤田くん、何をやりたいんでしたっけ？あ、僕たちダンスとかアクロバットが得意な人が何人かいて、ちょっとダンスをやりたいなっていう要望がありましたので、皆さんには今からですね、流れる曲を聴いて即興で振り付けをしてもらおうと思います。即興ですか、はい、今からね、音楽を流します。その音楽に合う振り付けを皆さんで考えてもらい、最終的にはここで披露していただきます、はい。じゃあもう早速課題曲の方を聴いてみます。あ、そうね、はい、お願いします、はい、じゃあよろしくお願いします。おいいね、ダンス曲や。すごいね、コンサートで着替えてる間のね。確かにオーバーチャーで、オーバーチャー真剣に聞いてますよ。もう変わったのか、もうめっちゃガチやん。真剣大丈夫だよ。は
はい、ということで、はいはい、課題曲を聴きましたけど、できそうですか？ないし、これ6人でやるってことはちょっと構成も考え構成もいるわ。まああったらすごいですよね。もちろん、A さんも6人で構成もです。うわ、大丈夫、はい、これ自分で言うといていけるだいぶ不安。即興で作れって言われたらね、うん、じゃあ、では皆さんで振り付けを考えてください、はい、よろしくお願いします。初めて耳にした課題曲の振り付けを話し合う6人、制限時間はわずか10分。この企画を提案した沢田くんと福井くんの最年長コンビがリーダーシップを発揮、ダンスの方向性を決めていきます。誰かが太郎がこう真ん中からこう出てくる。普段から仲が良く遠慮せず意見を出し合える素敵な関係性の6人。これやばいな。あ、じゃあこういきます。これでいきます。この他のメンバーも気づいたことがあれば提案します。おっかちゃん後ろ、そこ。で奥村こっち。そして振り付けを開始してから10分が経過。それでは振り付けが完成したようですので、はいはい、披露していただきましょう、はい、お願いします。時間ながらダンスとアクロバットが入ってましたもん ね、確かに、すごい、これすごいカロリー使いますわ頭も使うし、そうやろな。どうでしたか、やってみて。いや、やっぱ振付師さんってすごいんやなって作曲じゃないしな、そう、曲もやるしな、それをね、僕らに教えてもらってやっぱありがたいことやな。いや、でも構成とかあの短時間でね、確かにそうですね、アクロバット、バク転なんかかっこいいし、すごいね。誰かが指揮ってやってたとかあんの？その位置とか構成とかやる時とか。成り行きでしょうね。成り行きアーティストや、成り行きですね。やっておられるから、そうですね、普段から仲良く、ね、いや、すごい、すごいですね。まあ、これが沢田くんがやりたかったダンス企画でした。かっこよかった。はい、というわけで今回は川下岳くんが考えたテーマでお送りしましたが、皆さんどうでしたか？いや、これどうでした？え、もうめちゃめちゃ濃い内容でした。名前ガチでした。よかった。よかった。すごい。もう今度6人だけでもすごいです。まだリックもいますし。そうね。そうね。素晴らしいメンバーですね。確かに。また今度リックも一緒に。そうやな、ね。はい。そうですね。はい、一緒に。はい。それでは最後はいつものあれでお別れしましょう。はい、せーの、ジャーニー。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今、60代以上のおよそ 70% がシミに悩んでいます。その部位は特に目尻、頬骨、頬、そう、 C ゾーンのシミ悩みが多いんです。その原因は年齢とともに新陳代謝が衰え、お肌の生まれ変わりが正常に行われなくなるから。そこで皮膚の新陳代謝に働き、シミに効く医薬品キミエホワイトプラス。数あるシミ対策の中で皮膚の新陳代謝を上げるのは飲む医薬品なんです。キミエホワイトプラスには国内で生成された高品質の医薬品有効成分 L システインを従来の 1.5倍、 240mg も配合。衰えていた皮膚の新陳代謝を高めて早めて、シミを排出、皮膚の外へ追い出します。さらにアスコルビン酸もしっかり 500mg 配合。酸化して黒くなってしまった黒色メラニンの色を薄めて無色化。だから目尻、頬骨、頬、 C ゾーンのシミに効くんです。キミエホワイトプラスは飲みやすさにもこだわり、直径 9.8mm のフィルムコーティング。服用は1回たったの1錠だから飲みやすく続けやすい。 C ゾーンはもちろん、手の甲、背中、デコルテのシミにも効く。体の内側から飲んで効く医薬品キミエホワイトプラス、
通常税込み4620円のところ初回に限り 76% オフ1067円でお届けします。お申し込みは 0120-237-1002 37-100番まで。皮膚の新陳代謝を上げてシミに効くのは飲む医薬品です。30分間オペレーターを増員し富山でお電話お待ちしております。